その黒い剣士。おい。この首叩き落とされたくなけりゃ、俺の言う通りに飛べ。てめえとの決着はあとだ。奴をぶって切る。寝ぼけとか、霞を貫く矛など。ある。霞を切る武器ならここに。 決着をつけるのではなかったのか。立ち上がってみせろ。できぬというなら試合までもない。引き裂き食らうまで。貴様との試合 次の木に預ける。存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ちやがれ。貴様らがここにいるってことは、奴もグリフィスも近くに来てるってことか。その答え聞いてどうする。 そうだとしたら戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、我ら全軍をもって貴様を
百の肉片に刻むまでよ。お前、ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。つうことだ。こっちにも用はねえ。とっとと失せな。闇の中でこそ真の光は見出せる。街のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ。確保せよ。伯爵は昔はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。Thank you.
ちろん黒い剣士を捕まえるんだ。あんたに捕まってもらっちゃ殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。わけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。黒い剣士、どれほどのものか。貴様の
頭に鋼鉄をぶち込んでやる。なるほど、戦士として一流というわけか。さあ試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけだ。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。嫌だ、死ぬのは嫌だ。全ては因果律の導くままに。どんくらいあんの？あんたらのボスにことづて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た、それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。うるせえ、俺に関わんじゃねえ。ありがとう、殺されるところだった。剣士を殺せ。やつが俺たちの仲間をやったんだ。ありがとう、助かりました。
で食われてしまう。狩猟は人を食うのだ。人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。これじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの？奴を見つけ出し殺す。他の人じゃない。巻き込まれて死ぬ奴は雑魚さ。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだ。ありがとうございます。黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。てめえらのボスはどこだ。早く出せ。つもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
それは生贄の焼き。ゴッドハンド。人間など取るに足らない存在だ。クゾ、我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様と一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通れ。黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ。食らい足りぬ。ここからだ。食らえ。ちょっと間違いない。あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾッド。鼓動かすかに高鳴っている。俺の血は凍てついたはず。愚かな。これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。
人間など取るに足らない存在だ。敵を近づけさせるな。俺がやる。先に行け。頭、エズラ、ここも同じような罠を仕掛けてるに違いねえですぜ。だから。やだやだ、死ぬの生きるのなんて言ったら人生損しちゃうよ。なんだこいつら、何にぶった切っても少しもひるまねえ。恐怖だ、こいつら恐怖に駆り立てられていやがる。噂に高い鷹の段、たっぷりと味わわせてもらおうか。生きのいいのがいるじゃねえか。俺にも遊ばせろ。こいつの異様な殺気、この感じはあいつと同じ。しかしなぜだ、どうしてあんなものが俺やグリフィスの前にばかり現れる。次の罠にかかるぞ。岩を落として道を塞ぐんだ。言ってたのはお前さんか。
つまみ食いだけのつもりだったがな。待ってらんねえや。食まで。
遅い遅い。どうしたの君たち、震えちゃって。黒い犬騎士団心得。エンジョイ&エキサイティング。そういうこと、忘れちゃダメだよ。いや、ギリギリ間に合った。おろか。よっしゃ、野郎ども、全軍突入り。あれ？ここは一丁、オイラが盛り上げてやるとするか。
敵味方見境なしか。ガッツ、相手が悪すぎる。ここは引くべきだ。さあ、プラット行ってみようか。愚かな。ゾ、ゾ違う、あの時とは別の。それを使って我らが守護天使を4人のゴッドハンドを。ゴッド、てめえはゾッドノスフェラトゥ、ノスフェラトゥゾッド、てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う、それが俺たち人の唯一の戒律のはずだ。そうだ、俺がここで貴様を引き裂いたとしても